何言ってんだこいつと夫に思ったこと。福井県越前市 SK さんの何言ってんだこいつと夫に思ったこと。家で焼肉とか久しぶりじゃない？うん、そうだね。結婚して間もない頃。あ、ドレッシング取ってくる。うん、ありがとう。お待たせ。ドレッシングを振って渡すと。はい。おい、何やってんだよ。ドレッシング振る俺の楽しみ奪うなよと言われたこと。長野県長野市あーやさんの何言ってんだこいつと夫に思ったこと。クーラーの効いた部屋でうたた寝をしてしまった時、うん、何これ。起きた？今帰ってきたところ。おかえり。あ、ね、何なのこの靴下と聞くと、寒そうだったからかけといた。ついでに洗濯お願いね。よろしくと言われたこと。ということで、何言ってんだこいつと夫に思った方。